冷静で落ち着いた行動をお願いをいたします。会議には大村秀明知事や県の幹部らおよそ30人が参加しました。会議の中で大村知事は当面の間24時間体制で対応を続けるよう指示しました。一方、県民に対してはハザードマップの確認や避難時の備蓄品を用意するよう呼びかけました。昨夜の巨大地震注意の発表を受けて街の人はちょっと一言ではないなということで、昨日もちょっと準備というか備蓄のものとかのものをちょっと確認したりしました。水ですとか簡易トイレのものですとか食料ですとかそういうものを準備してます。はい、はい、気象庁が巨大地震注意を促す臨時情報を出しました。この発表はこういったことを意味しています。新たな大規模地震が発生する可能性が普段平時と比べて相対的に高まっているということを意味しているんですね、はい、なのでこの巨大地震注意の発表が地震がこの後必ず発生することを知らせるというものではありません、はい、そして事前の避難についても求めていません、はい、ただ備えていただきたいことがあります。今後1週間程度は地震が発生したらすぐに避難するための準備をしておいてください。具体的にはこういった内容です、まあ、これ本当に一部ではあるんですけれども、お住まいの地域の近くの危険な場所や避難所への経路をハザードマップで確認してください、はい、そして非常時の持ち出し品の準備をしてください、まあ、その他こういったこと、これらの備えをすることが最も肝心です。さて、この巨大地震注意の発表を受け交通機関に影響が出ています。東海道新幹線は三島駅と三河安城駅の間の上下線で速度を落として運転しています。この影響で少なくとも10分ほどの遅れが出る見込みとなっています。在来線です。近鉄や JR 東海は一部区間の特急列車などで運転を見合わせるということです。そして JR 東海バスは今日から当面の間、万が一の津波の発生に備え沿岸部を迂回したルートで走行します。